broke, yeah, I'm all in. It's all on the table, let's sink or swim. I'm ready to lay it on the line, yeah. But it's like every move I get shut down. I'm down for the count, fall into the ground. Now you gotta tell me just what you want. Just what you want, just what you want. And don't let me walk on broken water. Don't make me push it any further. Why do you wanna make it wrong? I'm trying to hold on, so please, yeah. And don't let me walk on broken water. Don't let it sink into the darkness. I wish I could read what's on your mind. You're stepping out of line, can't you? No more. 穴吹きに着きました。今ここからまず宿に向かって、あと日が暮れてなければ吉野川を見に行きたいと思います。吉野川が美しい。綺麗。すごい、両サイドに吉野川。夜ご飯です。ここは予約していたんです。イタリアンオムレツ。おいしい。かぼちゃのクリームパスタです。おいしそう。かぼちゃのパスタって初めて食べる。おいしい。阿波踊り、地鶏の炭焼きです。めっちゃおいしそう。うわ、おいしそう。タスマニア産のハニーのやつ、おいしい。優勝。これすっごいおいしい。最後は自家製ティラミスです。めっちゃおいしそう。すでにいい匂いする。いただきます。おはようございます。徳島3日目です。今日は美馬うだつの町を巡ります。途中で藍染め体験とかもします。来ました、うだつの町。昨日の夜の雰囲気とまた日中は全然違う表情を見せてくれてる気がします。ちょっとぽつらぽつら雨が来ちゃいましたが、はあ、でも綺麗な町並み。とっても本当綺麗この街。これが多分うだつ。うだつ。うだつとは2階の壁面に作られた袖壁のことで、はじめは防火の目的に作られました。うだつ。このうだつを作るためには
多額の費用が必要になるため、後には富や成功の象徴として裕福な商家がうだつを上げた立派な家を競って建てました。来たかったお店、真昼の月さん。うだつの街で食べたかったフルーツサンド、めっちゃ美味しそうじゃないですか。これの量で1人前1680円、めっちゃ美味しそう。これいただきます。ちなみにお店は11時半からなんですが、11時20分ぐらいに来てちょっと並んだ感じです。いただきます。どうやって食べたらいいんだ。めっちゃ美味しそう。食べ方がわからん。こうか。すっごい美味しそう。もう断面図映えすぎてびっくりした。おいしい。今から藍染め体験をします。美馬は、美馬なのかな、徳島なのかな、藍染め日本一なんですって。事前予約をしていたので楽しみです。はい、一回ね洗ってみます。はい、そしたらねこんな感じになります。はあ、はい、そしたらね水に、少しは水に溶けないんで、はい、そしたらあの水には溶けないんで洗っても落としないんだ。のはもうこのアクだけですね。そうなんです。だから、はい、おじにやってきたよっていう、くる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 。私が取りましょうか。じゃあ、え、大丈夫ですよ。ちょっとね、あ、短いですよ。なんてもったいない、バチが当たる。いや、あ、まあ取れると言ったら取れますね。うん、これまあ多分このね液の匂いなんですよね。あ、綺麗、すごい綺麗ですね。でも綺麗ですよね。うん、上手に染まってます。そうです。わあ嬉しい。はい、できました。おじさんも喜んでくれる。ねえ、絶対喜んでくれる。アルコーヒーさん、ここもインスタで見てちょっと気になってたお店です。帰ってきました。徳島、なんとかお天気も持ってくれています。今日は深夜バスで東京まで向かいます。で、今5時ちょっと前なので、あと若干時間があるので、お土産見てお風呂入って最後にもう一回徳島ディナーを食べたいと思います。